今回は SDXL のインペイント機能についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。SDXL のインペイントを利用すると画像の変更したい部分だけ変更できるようになります。具体的には SDXL の公式サイトのページに掲載されているサンプル画像を見てみましょう。ベンチで黒く塗りつぶしている画像とウサギが新聞を読んでいる画像が並んでいます。つまりこれは 黒く塗りつぶした部分をインペイント機能を使用して、うさぎが新聞を読んでいる画像に変更できます、というサンプル画像です。このようにインペイントを利用することで、画像の変更したい部分だけ変更できるようになります。それでは早速、SDXL のインペイントのデモサイトで試してみましょう。SDXL の公式サイトとデモサイトのリンクは概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。 デモサイトのページを表示したら画像をアップロードします。次に体の部分を塗りつぶしていきます。ペンの大きさはこちらで指定ができます。今回はこの美女の服装を変更させるために上半身の部分を黒く塗りつぶしていきます。変更する部分を黒く塗りつぶしたら次にその部分に差し替えたい画像の内容をテキストで指定します。このテキストは英語で指定しなければいけません。 今回はこのような指定にしてみました。テキストを入力したら、インペイントと書かれているボタンをクリックします。そうすると画像の生成が開始されます。画像の生成処理には数分程度かかります。しばらく待っているとこのような画像が生成されました。指定した通り服装が変更されています。それでは次に別の服装を指定してみましょう。 今度は、このような指定にしてみました。テキストを入力したら、インペイントと書かれているボタンをクリックします。画像が生成されるまで、しばらく待ちます。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。指定した通り、フリル付きの服装になっています。それでは次に、別の画像で試してみましょう。先ほどアップロードした画像を削除します。 具体的には、右上にある×ボタンをクリックします。画像を削除したら、新しい画像をアップロードします。変更させたい箇所を黒く塗りつぶします。変更する箇所を選択したら、テキストを変更します。今度は、このような指定にしてみました。インペイントと書かれているボタンをクリックします。画像が生成されるまで、しばらく待ちます。しばらく待っていると、 このような画像が生成されました。指定した通り、フード付きの服装になっています。それではさらに別の画像でも試してみましょう。画像を削除します。新しい画像をアップロードします。変更したい部分を黒く塗りつぶします。テキストを指定します。今回は、このような指定にしてみました。インペイント、と書かれているボタンをクリックします。 画像が生成されるまでしばらく待ちます。しばらく待っているとこのような画像が生成されました。指定した通りタンクトップになっています。それでは最後にもう一枚別の画像で試してみましょう。画像を削除します。新しい画像をアップロードします。変更したい部分を黒く塗りつぶします。テキストを指定します。今回はこのような指定にしてみました。 インペイント、と書かれているボタンをクリックします。画像が生成されるまでしばらく待ちます。しばらく待っているとこのような画像が生成されました。指定した通りの服装になりました。このように SDXL のインペイント機能を利用すると画像の一部を自由に変更することができます。ぜひ試してみてください。いかがだったでしょうか。今回の動画がいいなと思った方はぜひ チャンネル登録をお願いいたします。このチャンネルでは AI に関する情報や、Web のお役立ち情報を発信しています。また現在、プログラミングやプロンプトエンジニアの学習をしている方向けに、現役のエンジニアに質問し放題のサービスを運営しております。詳細のリンクは概要欄に貼ってありますので、そちらをご確認ください。それではまた別の動画で。